岩佐英二は NHK の元チーフアナウンサー。神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校を経て東京大学卒業後、1988年入局。大相撲中継には1989年から携わっており、元々の志望動機や経歴などもあって抜擢されるのが他の同年代のアナウンサーに比べてかなり早く、1994年九州場所から幕内の実況を担当するようになった。2000年代半ばからは幕内実況の担当回数も多くなり、2009年名古屋場所では初めてテレビで千秋楽の幕内実況を担当した。その1年後の人事異動で、藤井康生アナの後任として、名古屋に配属され、名古屋場所中継のアナウンス統括担当となった。現場からの評価は非常に高く、前述のようにかなりの期待を受けていた。2006年初場所中日は、幕下の実況担当であったが、この日は、降格家として知られるデーモン、小暮閣下がゲストとして、幕下の時間帯から出演しており、同じく、もともと相撲ファンであった岩佐と共に、相撲談義をする場面も見られた。その後、2007年初場所中日、2009年初場所中日と、再び閣下がゲスト出演した際も岩佐が実況を担当している。2010年九州場所2日目、横綱白鵬が稀勢の里に敗れ連勝が63で、ストップした際にはラジオで実況を担当していた。2011年6月頃から体調を崩して休養に入っていたが、2012年4月に復帰。現時点では2011年初場所が大相撲中継担当の最後となっている。2015年からアナウンサーとしての活動を離れ、NHK 放送文化研究所所属。ありがとうございます。